この素晴らしい世界に祝福を。ファンタスティックデイズ。どうも、たぜきです。今回は先日から配信開始されたこの素晴らしい世界に祝福を、ファンタスティックデイズをプレイしていきたいと思います。ちなみに私はこのスバの原作は読んでいませんが、アニメの方は1期と2期すべて視聴しています。しかしこのゲームに関しては事前登録こそしたものの、前情報は全く調べていなかったので、正直どんな内容のゲームなのかもわからない状態です。とりあえずゲームスタートしていきます。このスバ、俺はやるときはやる。戦い方を教えてあげるから早く助けてよ。まずはバトルチュートリアル。キャラごとにウェイトタイムのゲージがあり、それが溜まると行動可能となるみたいです。攻撃はスキルを選択して行います。そーい。スキルはウェイトタイムとは別にチャージタイムがあり、一度使うと指定の秒数使用不可能になります。遠慮なく行かせてもらうぞ。準備万端です。必殺技ゲージが溜まったら必殺スキルが使用可能になります。エクスプロージョン。もう身動き一つ取れません。とまあ戦闘はこんな感じですね。リアルタイム形式のコマンドバトルというところでしょうか。ターン制の FGO などと違い、時間の概念があるので、スキルや必殺技を使うタイミングが重要ですかね。このスバ。さてさて、お次はチュートリアル後のガチャです。無料で10連回せるので行ってみましょう。ようこそ冒険者ギルドへ。最初はメグミンですね。爆裂魔法を使うためだけにアークウィザードの道を選んだのです。槍の特訓だって踊りに活かせるかもね。すいません、知らないキャラです。私は私らしく。この子も知らないですね。玉のアニメでは散々な扱いのミツルに。ちょっとだけ息抜きをしてもいいんじゃないかな。サキュバステにテレビ書いてそうな人。この子も知らないけど、なんか可愛いですね。出ちゃうかもしれません。仕方ないな、ちょっとだけだからね。アイドルキャラなのかな。同じ子のテイレアカード。私は可愛いにこだわるの。もっともっとアクア様の尊い教えを広めるのよ。このキャラは原作絵で見たことありますね。やっぱこの店は最高だな。サキュバステンじゃん。そんなこんなで最初の10連の結果です。前情報なしなので結果がいいのかよくわかりませんが、リセマラなどせずにこのままゲームを続けていきたいと思います。クヤシャバ。キャラ編成を行いメインクエストを進めていきます。ちなみにこのゲームはバトルのオートモードがあり、画面右のアイコンを選択することで自動でバトルをしてくれます。バトルが終わるまでは特別操作しなくても自動で進むので、ながら作業ができるのは嬉しいです。僕と味わうがいい。バトルはもちろんですが、会話パートでもキャラがライブ 2D でぬるぬる動いてくれるので、アニメファンでも楽しめる感じですね。まだアニメで登場していない原作のキャラやゲームオリジナルキャラなども、おそらく今後どんどん登場していくと思うので、当チャンネルでも時々動画を出していきたいです。それでは最後に、クエスト報酬で溜まった石を使ってガチャを回していきます。配信開始直後ということで、各キャラの評価等の情報はありませんが、事前登録報酬の星4キャラ確定チケットがあるので、まずはそちらを使っていきます。これは、素晴らしい。ステータスの持ち主です。このスバ過剰風月。やっぱりクエストの後はシュワシュワが一番ね。過剰風月アクアゲットです。できればメインキャラ3人の中から誰か1人が欲しかったので満足。
続いては石を使って30連いきます。メグミンカダクネスの星4が欲しいですね。冒険があなたを待っていますよ。虹色が2枚来た。ソードマスターの、たまには街でゆっ、お兄様のお話を聞いていると私も冒険に行きたくなってきます。このスバ、考えろ考えろ。ゲームの中でのあいつの弱点は、カズマさん来た。クルセーダーとして己の使命を待って、この探検家、このスバ真打ち登場。私が真の爆裂魔法を見せてあげましょう。めぐみん来たー。ミーアちゃんってすごく可愛い。里の紹介記事、エターナルガイドもよろしく。クルセイダーは星さんですが、ダクネスも来ました。むしろ望むところだ。クルセイダーは寒さになど、この10連で勝利確定ですが、残り20連も回していきましょう。また星を言った。このスバ過剰風月かぶっちゃいましたね。やっぱりクエストの後はしわし、ソードマスターの実、軽装のダクネスもいい。君のパーティーに入ってあげよ。今日も親方に褒められちゃったわ。この眼帯、おいおい、ミーアはランサーなんだ。シュワシュワでも飲みに行くかな。おいしいご飯いっぱい作ってあげるわね。このゲーム、コーレアの排出率が高いですね。次が今回最後の10連です。募集はあちらです。さすがに星4はなしですか。クルセーダーとして、ミーアちゃんってうまいもんさ、ライバルに遅れは取れないわ。ユンユンかわいい。私はか、こんな寒さ爆裂魔法で吹き飛ばしてあげます。今日は部屋でゴロゴロしよう。シンピラ呼ばわり、みんなが元気になります。こんな寒さ爆裂魔法で吹き、とまあこんな感じの結果でした。こんな寒さ爆裂魔法で吹き飛ばしてあげます。もしよければグッドボタンやチャンネル登録をよろしくお願いします。登録していただければ9割以上がチャンネル未登録な当チャンネルの動画制作の励みになります。それではご視聴ありがとうございました。